ちは、京都癒しの旅のオリトです。はい、私の後ろに今つぼみで、もう今から咲こうとしているのがソメイヨシノの木ですね。そして後ろにこうガラス張りで映っている施設、あれが温室ですね。京都府立植物園の温室は本当にいろいろな国の植物が育てられていて、温室一周するだけでもう世界一周旅行したような気持ちになります。今少しそのコロナウイルスの関係で閉まってるんですけれども、3月末まで閉園ということで、多分4月になったら開くんじゃないかなと思います。そして白い塊は雪柳ですね。もう咲き誇ってますね。あんなに白が目立つ雪柳ってなかなかないですけれども、とても美しいです。そしてもう原色朱色のチューリップ、もうね、ここの場所にチューリップがあるっていうのは、ね、私が幼稚園の頃から変わらずです。もうよくね、遠足できたんですよね。黄色い帽子をかぶって。懐かしいですね。はい。で、あちらにですね、何かありますよね。天皇皇后両陛下がこちらに来られた時の記念の日が立っていますね。はい。そしてこちらの橋を渡って、温室に行くような形で、温室にはもちろんその世界各国の植物もあるんですけれども、普段企画展ということで、その季節の花だったり、花で作られた何かオブジェがあったりとか、それぞれその季節によった取り組みもされています。はい、今いる場所はちょうどね、北王子の方から正門入っていただいて、もう、200メートルぐらい歩いていただいたところ、北に上がったところにあります温室ですね。ぜひ来られた時には温室の方にも入っていただけたらと思います。子どもたちの声聞こえますか？みんなね、もう元気に遊んでますので、もう今のねこの環境が嘘のような、ここは本当にオアシスですね。はい、ではこちらで失礼いたします。ありがとうございました。